はい。こんにちは、ブライヘン。では、ミラクボーイ、キングダクです。私は、えー、中学生が確かに資格は取りました、いろいろ。取り始めたのは確か、英検ですね。英検5級が、まあ、最高で3級取りました。はい。まあ、12級何度も挑戦したけども、壁に阻まれましたね。一時試験の壁。突破ができなかったです、あの時は。はい。申し訳ございません。えー、他にも、 えー、中学校高校がパソコン取りました。パソコンのあ日本語ワープを検定最高2級取りました。パソコン得意です、そもそも。はい、得意です、はいえー。確か、あと高校時代にあの漢字検定、順、ま、2級まで取りました。2級はちょっと難しくて、難しかったです。まあ、勉強はしましたけどね、はい、私確かに勉強家ですから。はい、あとはパソコン利用技術検定3級、2級、両方取りました。 あと P 拳439が最高だったかな、確か。取りました。はい、あとは危険物の兵種。簡単な方を取りました。はい、あとは高校3年生。誕生日何日か前に始、まあ、めて、まあ、結果合格し、まあ、普通免許です。はい、今か、変わ今方針はもう変わってますが、えー、純型と普通型。違いますね、確かに。はいえー、他にも、 取得したのが確か後でないかまあ今年に入ってなんですけどもまあ今年に入ってというか去年入ってですけども介護職員初任者研修取得しましまたこれから取得する予定はまあ介護職員実務者研修と介護福祉士取ることが大事ですはいまあボーリング今最近やってますけどもプロは目指しません A 級編まではい ボーリングと介護職員二刀流は続けますが介護職員をメインに頑張りマーティンとにかくいつになるか分かりませんけども早ければまあ来,来年か来年どっちか始めよう始めようというか取,取得し始めようと考えておりマーティン今考え中ですがはい。ということで今日の動画は以上にします。それじゃあさようならバイバイ。